メトロノームが最高すぎる。イエイ。おはようございます、マッチョフォルテです。シャキーン。原点にして頂点。今日は難しいところもめちゃくちゃ簡単に弾けるようになるメトロノームの使い方。原点にして頂点、はい、始まりました。というわけでね、今日はまあ先ほども言った通りメトロノームをね結構使うようになったんですけども、最近またハマってて、で、すごく簡単にピアノが上達するんですね、うまく使えば。どういうところで簡単に上達するかっていうと、弾けない部分をゆっくり分解していって細かな練習をするときにメトロノームがすごく有効です。今日はそんな僕が使ってるメトロノームの使い方を紹介します。正直僕が言う内容はもう本当に基礎中の基です。あれ、そうだと言った基礎中の基を話していきます。もう本当にね、原点にして頂点っていうお話を今日はしていこうと思いまっちょ。で、まあメトロノームの使い方なんですけども、まあ僕は、まあ、ベートーベンとかじゃない限り全体を通してメトロノームを鳴らすのではなく、ちょっとテンポ感とかちょっと弾きにくい部分を重点にやっていきます。あ、今月の13日オンラインコンサートをやります。ショパンムキムキデビューコンサートです。そのコンサートで弾く、例えば船歌の曲だったりとかをちょっとほんの取り上げてみます。僕はこの音よりもこっちの音の方が好きなんでね。で、どういう使い方かっていうと、こういう使い方、本当に分解して練習していく。もうちょっとゆっくりいこうか。このような使い方をします。で、少しずつテンポを上げていく。ちょっとずれたよね。こうなった時には片手だけで、これがノンペダルでも滑らかになるようになるまでゆっくりやります。このメロディーラインが聞こえるように意識しながらゆっくりメトロノームに合わせて練習していきます。まあ自分の意識を最大レベルに引き上げるためです。こうやっていくとどんどん弾けるようになりますみたいな練習をしてます。基本メトロノームを使うときは速いテンポではなく少しゆっくりめでやります。まあこの船歌とかはもうかなり練習したので弾ける曲なので、まあメトロノームとかやらなくてもある程度すぐ弾けるようになるんですけども、ショパンのバラードとかも練習する際には少しテンポを速くして、で一拍ずつ合わせるようにします。で、ちょっと苦手な部分が分かったので、このようにやっていきます。これができたら少し速くする。
で、ちょっと弾けなかったらすぐ片手にする。普段はこうやって結構早く弾けとったりとかしても遅くするとちょっとね、なんか急にちょっとパニックったりとかします。それをどん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 潰していくことによって精度が高くなります。というわけでね、皆さんもメトロノーム練習めちゃくちゃ効果的ですのでやってみてください。で、やるときは基本的にこうやって一拍に短くしてやるか、もう超ゆっくりやるか。ショパンのバラードのコードって難しいんですよ。難しいんですけど、この練習をするときはThank you.
みたいな感じで分解して練習します。まあね、皆さんも原点にして頂点、メトロノームをうまく活用すると皆さんのどんな曲にも合います。もちろんこれはショパンのバラードとか関係なく、例えばこのラフマニノフのピアノコンチェルトでも例えば使えます。どういう風に使うかっていうと、まあ難しい部分があるんですね。こういう風に難しい部分を割ってあります。まあショパンのバラードのコーダも同じですし、こういう難しい曲になっても原点にして頂点っていう感じのがメトロノームなので、みんなも頑張って見てくれ。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。みんなも絶対メトロノーム頑張るんだよ、サボるなよ。というわけでバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドを押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョ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 。